ちょっと、最初の方に説明した内容を訂正しておきますね。この東条川なんですけども、こちらの方が、先ほどの東条湖のあたりからのこの東条川、こちらをこういうふうに西へ進んでいくと、まあ、加古川に、合流する形となります。で、先ほど、最初の方に説明していた場所は、こちらの方の河川ですね、千鳥川という河川ですね。まあ、この場所からだったらそちらの方を撮影しに行くべきか、まあ、こちらの方にはまあ貯水している池のようなものがありますけども、まあ、こちらの方もまあ池があって、まあ、合流してこの千鳥川と合流して最終的に、まあ社市の方を通って、まあ、加古川の方へ行くと、まあ、こういうふうな形になってます。まあ、東条川の方、の方を撮影します。こちらの方ですね。こちらが、あちらの方が、交差点、まあ、東条湖の方、上がっていく道の方なんですけども、すぐ近くのこの交差点のところにある家屋ですね。まあ、ちょっと人が住んでらっしゃる気配がないのと、まあ、老朽化した家屋である可能性があります。先ほどあちらから、歩いてきてるんですけども、まあ、こちらも老朽化して放置されている家屋だと思われます。まあ、こちらの方も解体していただいて、まあ、金沢発電用の木材としていただいたら良いかと思います。まあ、先ほどの、道は向こうから歩いてきてるんですけども、まあ、こちらの家屋もどうなんでしょうね。人を住んでいらっしゃるのかいらっしゃらないのか、いらっしゃらなさそうな、あ、けど畑はされてますね。ネギを植えてらっしゃって、まあ、親戚の持ち物だとか、もう亡くなりになられて、放置している建物という可能性もありますので、まあ、行政の方で対応していただけたらいいんじゃないかなと思います。まあ、公立院は先に学校等に、鴨田発電を設置してからですね、薪ストーブだとか、それでその解体した時の木材の使い道をしっかりと決めておいてから、まあ、動いていただいた方がというところです。あちらから歩いてきてましたが、こちらは耕作放棄地になってるみたいですね。まあ、もったいないのと、あとは老朽化して解体しなければならない建物を解体したりだとか、そういうふうなところで空きスペースにメタンガスを、作る、生ごみを、まあ、歩いて持ってきてもらって、溜め込んでおく、貯蔵庫ですね、その中で、まあ発酵させてメタンガスを、抽出すると、まあ、そういうふうな設備をある程度の、地域に点在、まあ、こちらの方は、加藤氏の今まで撮影してきたあたりのところはそのまばらに家が点在しますので、まあ、2キロメートル大きいぐらいに、作ったりだとか、まあ、片道に2キロメートルぐらいだったら20分ぐらいで歩けますよ、ゆっくり歩いても。ということで、まあ、行政の方も対応していただけたらなと思います。あと、こちらも人住んでらっしゃらないような家屋に見受けられますね。あちらはまあお寺さんがありますが、あものかもしれませんが、その隣にまあこちらの建物は社務所だったんですかね、もともと。まあ、使用されてないみたいなので、まあ、解体対象ということになってくるかと思うんですけども、まあ、こちらの方も表札が入ってなくて、低くなってる建物で、もう一人住んでらっしゃらない家だと思われます。まあ、放置されてるみたいですので、解体していただいたらいいんじゃないかなと思います。
と、まあ、その並びのところで、まあ、先ほどお伝えしてたのがあちらの建物ですけど、こちらの方も多分そうでしょうね。まあ、こういう手つかずのところが結構ありますんで、そういうところ、解体していただけたらいいんじゃないかなと思います。あの途中でスーパーマーケットフレッシュ西条という店があったんですけども、そちらも、まあ、倒産して潰れてる状態なんですけども、そのフレッシュ西尾というスーパーマーケットの近くに、あの近くに住むような形になれば歩いて買い物行けるでしょうし、まあなんとか維持できるんじゃないかなとは思うんですが、まあ土地を空ければそこにあの新しく家建てる人がいればということですね。あとはこちらはもともと書店だった店みたいですね。3階建てのビルですね。こちらの方も、まあ、放置されてる状態ですね。まあ、特別倒壊の恐れはなさそうなんですが、訂正しておきます。こちらの藤本食料品店さんがあります。そちらの方であのスーパーマーケットみたいにあの食料品を販売されてるみたいですので、あちらの店舗があれば大丈夫そうですね。あとまあこちらの建物なんですけども、まああの管理者の方がいらっしゃるのかどうかっていうところですね。まあああいうふう、まあこういうふうな建物が小野市内でもかなり見かけましたね。そのあとまあこちらの建物もそうですね。ちょっと待ってくださいね。あの河川歩いていけばそのうち河川の方に、到着すると思いますので、あとどうなんでしょうね、こちらの方もどうなのかなというところです。あの行政の方たちも神戸市の法務局の方たちがおっしゃってたんですが、あの土地と建物全部は全部は管理はできないということをおっしゃられています。例えば地震が発生したら、まあ、建物は倒壊していて、運よく生き残ってと、で行政の方に解体を、家屋が全壊しましたからと申請をしてみたときに、所有者が4代前まで遡って、所有権が、その時に住まれている方にないので、まずその相続という形で誰が相続人となるかっていうところをまず決めてもらって、それから申し出てくださいっていう、手続きがややこしいんで、結構あのこの辺の相続とかをしっかりと手続きされてない方ってたまにいらっしゃるんですよね。で、まあこういう風に撮影してる次第です。まあこの建物も人住んでらっしゃらないんじゃないですかね。壁にも亀裂が入ってまして。ああ、そうですね。売り物件ということになってますけども、こんな物件売っちゃダメですよ。あの、震災、まあ震度6、震度6か震度5強以上の、揺れが来た時に家屋が倒壊する恐れのある建物は、解体しなきゃいけないんですよ、法律的に。法律でそうなってます。で、だから売り物件ということは無理ですね、この規律の入り方で。まあ不動産の管理会社の方たちもそういうことを知ってるのか知らないのか、ちょっと一応平和産業さんという方ですね、電話番号が 0795-23-7115 です。行政の方で、対応していただけたらなと思います。先ほどこちらが高速道路で、まあ、建物の電話番号とか、不動産屋さんの電話番号を読み上げてたところですけども、こちらの方から、こちらの手前の方の道に入ってきます。まあ、この辺りも高速放棄地みたいですね。まあ、ちょっともったいないので、誰か近隣の方に、耕していただいたらいいんじゃないでしょうか。まあ、米でもそうですし、小麦もそうですね。小麦粉は日本は大量に輸入しますので、
小麦を、作っていただけたらいいんじゃないかなと思います。近くにも水路がありましたので、あとはこちらの家屋も多分人を住んでらっしゃらないんじゃないでしょうか。その駐車場用にその車を止めて、あちら作業されてる方たち車じゃないでしょうか。まあこちらは解体対象の家屋だと思います。加藤市、天神サンサロン、まあ先ほどの、動画の撮影の続きなんですけども、まああちらの交差点のところを右手の方から出てきたんですけども、オートバイとかを集めてきてそのまま放置している、まあ、とんでもない状況がありました。でそのどんどん錆びていってますんで、かなり金属がもったいないです。どこかのメーカーさんや、まあ、なんとか商会さんなので金属回収していただいて、まあ、もう一度、バラして、溶かして使用すると、多分もう放置状態になってると思うんです。もうこういう状況ですね。あとタイヤとかをもう一回溶かして、再利用したりできますんで、こういう状況ですね。この建物自体がこういう状況で、まあ、とんでもないものを見てしまったというところですね。もう完全に苔が生えてた。まあこれ行政の方で、動いていただけたらなと思います。もともとこれ多摩田商会って書かれてますね。多分倒産されたんだとは思いますけども、まあ向かいがもともとダンロップ、まあ、タイヤ関係を扱うのと、もしかしたらガソリンスタンドだったかもしれませんね。ああそうですね、あれはガソリンスタンドの給油機ですね。だからこの辺いろいろほったらかしになってるので、これは金属全部かき集めたら相当量になると思いますんで、対応していただけたらなと思います。まあ、こちら老朽化してる家屋じゃないかなと、もう人が住んでらっしゃらないんじゃないかなと思われる建物ですね。まあ、だいぶいろんなところほったらかしになりっぱなしになってますんでね。加藤市の方に予算がなかったら兵庫県だとか、中央政府からの対応で、対応していただけたらなと思います。ただあれだけ金属やタイヤとかが再利用できたらそれなりには鉄鉱石とか買わなくて済みますんで、海外からタイヤとかタイヤの原料とかもですよ。まあ、うまく、リサイクルしましょう。先ほどの場所は天神公民館というところのすぐ近くですね。あちらが先ほどの現場です。天神という町内民館ですけども、ね、あとはこっちはどうなんですよね。まだ営業されてるのか、ホンダと書かれてますけども、どうなんですよね。なんかその奥も大変なことになってますけども、自営共済の看板が出ていて、あなたの町の自転車屋さんということですね。まあ、こちらの方も一回行政の方で確認していただけたらなと思います。あと、まあこちらの土地とかももともとバスロータリーだったんでしょうね。それが、まあ、一般人の方が、多くの人が車を所有するようになって、バスが廃線になって、まあ、こういう風な形になってるんじゃないですかね。ロープが張られて、あと、まあそちら、先ほど撮影したところですけども、こちらの金山さんという商店街、元商店街ですかね、まあ、タバコの自販機もああいう風な状態で、まあ、建物自体もだいぶ亀裂が入っているといえば亀裂入ってますんで、もう解体作業入った方がいいかもしれないですね。両サイド、民家ありますし、こういうふうに神戸市から少し離れたところ、まあ、神戸市の一部の部分もそうなんですけど、こういうふうにガスボンベを家の隣にくっつけて、
まあ、都市ガスみたいな形じゃないんですよね。だからそのいう部分で生ゴミからメタンガスとかを抽出できるようになったらだいぶ変わるんです。運搬しなくて済みますから、消費量、エネルギーの消費が逆に作り出すことができますから。あと、まあ、こちらの建物多分人住んでらっしゃらないと思いますね。先ほどあちらの筋から来てたんですけど、まあ、こちらも同じですね。入居者募集ということになってるんですけども、まあ、かなり老朽化が進んでる建物で危険ですね。電話番号、と会社名、撮影しておきますので、業者の、行政の方で対応していただけたらなと思います。もともとその業者さんももう営業やめてというような形になっているところもそこそこあると思われます。まあ、ですので、どちらにしても行政が動かなかったら、建物の解体進まないということになります。やっと東条川に戻ってきたんですけども、途中で岸壁地帯とかを撮影した時にかなりの水量あったと思うんですけども、この辺まで来たら逆に水量が少なくなっていると思われるんです。まあ、あちらの方が向こう側の方へ続いていく河川なんですけども、あと、まあ、横から水が出てきてますけども、ああいう風な地点に水車を置くかどうかはもっと先の方に河川水門解析ダム発電を設置して、水のその水かさがもっと向こうの下りのところで満水になった時に高さが一番上のところで、この辺りがどれぐらいの高さまで来ているかっていうところもあります。あと右側は岸壁工事がいりますね。この辺り左側は岸壁工事ができています。で、やっぱり河川の底から水抜けてるでしょうね。これはもうまず間違いないと思います。途中でしじみ川みたいに浄水場があったかどうかっていうところもポイントになってくるかと思うんですけども、まあそういうことだと思われますね。河川の底ですね。コンクリート化ですね。では、河川沿いに歩いていきたいと思います。まあ、一応撮影しておきます。放置状態になってるかどうか、まあ、トラックとかも相当古くなってますし、その業者さんが今でもいらっしゃるのかどうか、その例えばご年齢で、もう廃業されてそのまま放置になってるという可能性もありますんで、まあ、行政の方で調べていただいて、高速道路の近くです、天神町のあたりです。頂上岸の横ですね。あちら高速道路、まあ、少し、傾斜があって、横から、合流する河川があって、まあ、こういう風な形ですね。東条湖鴨川ダムの位置、あの辺りからと比べてそんなに高低差がありませんので、もう設置するとしたらもっと、先の方ですね。あちら高速道路の、ところから次の橋へ来たところです。あちらが、加古川の方面です。で、ほぼ、勾配がなくなだらかに流れてますので、まあ、まだまだ向こうですよ。向こうですね、水門を設置するので、両サイドは高速道路のところから、岸壁工事はここから先は、出来上がってるみたいですので、もう少し先まで、歩いてみたいと思います。まあ、満水にした時にこの辺りまで水が、まあ、溜まるようでしたら、ここの、その段になってるところのこの手前のところ、この下のところは、コンクリート化が必要ですね。まあ、あちらの方は木とか生えてますけども、向こうの方は、コンクリート化はできています。そのあたりはちょっとよくわからないですね。まあ、一応こちらから、河川の底へ、降りていけるようにはなってはいます。まあ、軽トラックぐらいなら入っていけると思いますね。で、まあ東条湖を下っていくときにそのクレーンなどを撮影してましたけども、ちょっともうどこにあるか見当たらなくなっていますね。もう通り越した頃かもしれないですね。今では15時前くらいです。
この辺りも河川の底がちょっと怪しいですね、あの辺りだとか、まあ、この奥のところが岸壁で、その辺りが岸壁地帯なのかどうか、まあ、あのサイドにある石ころとか土砂がありますので、そういったところを埋めて、まあ、コンクリート化ですね。まあ、向こうの方でも土砂がだいぶありましたので、そういったものも、あちらの奥の方でも利用したりだとか、まあ、下流の方まで撮影しながら、気づいたらまだ、何か言います。まあ、河川沿いを歩いてたんですけども、まあ、こういうふうに、金属のトタンとか置かれてるんですけども、多分あの粗大ごみとしてシール貼ってお金払って捨てなきゃならなくなったからこういうふうに置いてるのであって、その所有者の方にあの聞いてもらって回収してあげたらいいと思います。まあ、河川の方なんですが、かなり当分先までなだらかに続きますので、まあ、だいぶ先でしょうね、門を設置するのは。もともと納屋かもしれませんけども、もしかしたらもともと人が住んでいたところかもしれないです。まあ、行政の方で調べていただいて、もし解体作業とか、費用がない方とかで困ってらしたら、あの行政の方で何とか仕上げたらいいと思いますよ。神戸市ではあの解体費用100万円の補助金が出てますね。あの地域によるかもしれませんけども、100万あったら多分1階建てなのでできると思いますね。一級河川ということですね。登場が。ちょっと待ってくださいね。もう少し先まで進んでから、撮影します。まあ、あちらがその急な橋なんですけども、まあ、こちらはこういう風な形になっています。で、高低差がかなりあるので、門を設置するのをどの部分に持ってくるのかっていうところと、あとこのサイドのところがちょっと気になりますね。多分あちらにも水が流れてるんだと思うんですけども、ね、ちょっともう少し先まで撮影してみますね。水の量が明らかに少なくなってますので、そのこの辺りが浄化水槽とかそういう風な形でろ過しているのかどうかとか、まあ、ある程度先まで進んだら分かると思いますので、どこか河川の両サイドのどちらかに、浄化場とかそういった、ものが見えてくると思いますので、まあ、どちらにしても、浄水するとしたらあの橋かもう少し先ですね。まあ、すり切れいっぱい近くのところぐらいの高さに合わせていれば、まあ、相当奥の方のところまで、水が貯水して、かなりの貯水量、その水圧によって発電ができますので、まあ、この橋かもう少しちょっと先まで撮影してみますね。そちらの橋の、橋脚の下の方のところに、まあ、流木、まあ、竹などそういったものが流れついています。まあ、ああいったものを撤去して蒲田発電用ですね。あと、まあ、こちらのお店もそうなんですかね。あちらも放置されているのか、その所有者の方がいらっしゃるのか、こちらの方も、まあ、行政で対応していただけたらなと思います。一応、まあ、2つ目の東条川の河川水門対比式、地下水流それとトンネル回転扉式発電なんですけども、2つ目の門が、まあ、この橋のあたりが、まあ、1つ目の候補。もう少し先まで撮影してみます。東条川沿いのところにですね、東条公民館、等々力荘、東条温泉というところがあります。東条福祉センターということにもなってますね。こちら撮影しておきます。まあ、理由を説明させていただきますと、その老人ホームが、作るときにですね、その入浴するときって、その車椅子ごとこう座ってもらって、風呂のバスタブの中に入ってもらって、バスタブを開けると風呂の水が全部抜けるんです。だからものすごい量の湯を沸かさなければなりませんので、もともと温泉があるんであれば、
その温泉でね、老人ホーム、作っていただいて、その温泉の湯を使用して、入浴していただくと、そうすることによって、大量の、ガスなどを使用しなくて済むと、まあ、こういうような形になります。まあ、日本全国、そういうふうな形で、方向性で動いていただけたらなと思います。東条川の途中で、ああいうふうに、水が出てきてます。晴れの日でも、まあ、水車を設置するかどうか、あ、先ほど、2つ目の門の第一候補に、門を設置するのであれば、あちらに、水車を設置するという手もあります。しかし、まあ、もう少し先が2つ目の門の設置場所であれば、そちらの方には、水車を設置しないというような、形になります。溜め込むという形になりますので、河川とはこういうふうに、降りていける階段が、至る所に結構あります。大体の河川で、河川の底に、日本列島のような形で、石を置いてるみたいですね。で、まあ、高さなんですけども、まあ多分ほぼ高さ変わってないんじゃないですかね。まあ、こちらで高低差少し、30センチほど、出てますけども、どうでしょうね。2つ目の門の設置位置、先ほどの場所の方がいいか、次の橋の場所か、ちょっと悩みどころですね。一つ目の門、両サイド岸壁で、まあ、東条湖に着く前の、東条川の撮影ですけども、河川までの底が、まあ、道路から、まあ、15メートルか20メートルぐらいの高低差がある、あれぐらいの位置に一回門を作ってみて、地下水流ストレートトンネル発電を設置して、まあ、その位置の近辺の高さまで、ある程度のところまで来るかどうかということになってくるんですよね。基本的に河川が基本的にずっとなだらかなんで、これがまあ2つ目の候補、2つ目の河川のその2つ目の候補という形になるんですけども、次の橋のところに行っても多分その向こうの方の橋と高低差1メートルも差はないと思うんですよね。もうちょっと、先まで行ってみますね。先ほどの河川の撮影の続きですけども、あちらの橋のこの近辺、ここも耕作放棄地の可能性がありますので、もしそうなら隣に耕してくれてる方も、ついでに耕して、作ってもらった方が、いいと思います。まあ、行政の方で入れていただけたらなと思います。加藤氏です。それとあと、まあ、蒲田発電用の、枯れてる竹などの、竹やぶですね、こういったところも撮影しておきます。隣が東条川です。まあ、近隣に確か、学校があったと思いますので、まあ、そちらの方で、まあ、薪ストーブに使用したりだとか、もしくはどうでしょうね、あちら何か工場ありますけども、あちらの方で、まあ、蒲田発電していただいて、自社で、エネルギーを作り出して、電気代を動かすと、まあ、そういうふうな形でもいいかと思います。こちら川谷川、東条川に合流している河川なんですけども、あちらの方ですね、高低差が結構あるので、うまく加工すれば晴れの日でもあれだけ水が流れてくるんだったら、水車つけたら、発電できそうですね。まあ、この辺にも流木とかが、倒木とかがありますんで、回収していただいて、蒲田発電の、まあ、あの辺りもそうですね。なかなかの水量ですね。ちょっと待ってくださいね。撮影しやすいところ、見やすいところ行きますね。ああ、なるほど。横から出てるところと、奥から流れているところが合流してという形ですね。
これを、加工して、高さを出しておいて、あちらの排水溝のところの高さですね、それぐらいの高さまでこちらの方も、合わせといて、でここで、落差をつけると、要するに今2メートルぐらいの落差ができますので、まあ、こちらの方に、ギア付きの、水車、電線はこちらにあります、こちらにつなぐという形で売電という形ですね。まあ、電力会社さんの方で行っていただいたらね、すごく効率いいと思うんですけども、でどうなんでしょうね、電力会社さんの方で行ってもらったら計測メーターとかいるんですかね、いらないんですかね、どうなんでしょう。2つ目の工場の2つ目の河川水門開閉式地下水流ストレートトンネル回転扉式発電なんですけども、ポイントが、最初言ってた、1つ目のところか2つ目の橋、まあ、あちらの橋がですね、この辺になってきたら河川の底とその両サイドの高さは10メートルもないと思うんですよ。あちらの方は確かあったと思いますよ。まあ後で自宅帰ってから、動画を、エクスポートをつなぎ合わせてですね、で、まあ、見比べてみて、どちらの方が適しているかというところを、考えてみたいと思います。あちらが東条温泉の、公民館のところからの川沿い、東条川を、1キロほど歩いてきたところに放置自動車でしょうね、これ多分、まあ、警察への通報という形でいいと思います。ナンバープレートはありません。まあ、金属回収ポイントということでこちらの方も対応していただけたらなと思います。それとあと、あちらオートバイですね、もうサビサビに錆びてるもの、自転車ではなくオートバイだと思われます。ああいったものも、金属回収として対応していただけたらなと思います。先ほどの続きです。サイドから、晴れの日でも結構な水の量が出てるんですけども、直角に落ちてくるように加工して、まあ、一番下に水車、一番下じゃなくてもまあ高さ2メートルだとか、次の3つ目の門をどこに設置するかによって、その満水になった時に水位がこれぐらいに来るのか、それとも下の方なのか、それによって水車を設置するかどうかが決まってきますんで、まあまあ安置点はまあ先に水門ができてから、考慮という形ですね。まあ、3つ目の門はかなり先、もしくは3つ目の門を設置しない可能性がありますね。加古川の方に、合流していて、そこに、設置した門を満水にした時に、まあ、この辺りまで水は来ると、まあ、そういう可能性もありますんで、もう少し、小野市辺りまで、歩いてみて、大体その辺りのこと判断ができるようになってくるんじゃないかなと思います。東条川の近くの、道路標識、75号線と、144号線が交差するあたりなんですけども、こちらが東条川で、高橋という、橋の名所です。でこちらの家、多分もう人が住んでらっしゃらない家で、老朽化して、解体する対象の方なのかと思います。で横を見ると、レンガが大量に、レンガというか、まあ、ブロックですね、なぜか大量に積まれてあると。その下が木なんですよね。で物干しさがありませんので、多分もう住んでる方いらっしゃらないと思います。で老朽化もひどそうなので、まあ、解体対象いいんじゃないかなと思います。東条川ですが、途中に、合流する河川がありますね。あちらもなだらかそうには見えます。まあ、あちらすぐ、山の方に、続いていってますので、まあ途中から急勾配になってるかもしれませんが、まあ3問目の、門の位置の確認、まあ、だいぶ先になると思いますけども、ああいう風に、何か合流河川とかがあったら、撮影しておこうと思っています。あちらのサイド、岸壁工事がいるかどうかですね。
岩がこうずっとついていて、まあ、その横は普通に岩壁工事をしていると。で、あの辺りとか、まあ、水が抜けたりとかしないか、まあ、先に撤去しなきゃならない、石はたくさんあるんですけども、まあ、こういったところの石とかを使用して、地面を平坦に埋めてもらったらなと思います。河川の底はだいぶデコボコしてますんで、まあ、水の流れと特に大雨が降った時に石が流れてきたりしますんで、あれぐらいの大きさの石とか、簡単に流れてると思います。で、河川の底とかこう当たってで、削れていって、特に中央部分とかがああいう風に、深くなってしまっていると、まあ、そういったものをこう成形するような形で、広げるような形で埋めていくような形で使用していただいたらなと思います。その石の下のところはちゃんと河川の底をコンクリート化されているかどうかのチェックも必要ですね。明らかに水の量だいぶ合流してきているのに、最初の方と比べて、登場口の手前のところと比べて水の量が減ってますから、流れている量がもう倍ぐらいにはなってないとおかしいんですよ本当は。登場川ですが、下の方のこの位置ぐらいまでは岸壁工事できてると思うんですけども、あと手前の方は、この辺の高さまで岸壁工事はできてると思われます。あちらの方を見てもらっても、そういう風に見えますね。で、あちらの方は上の方は岸壁工事できてない可能性がありますね。ただ、ずっと長年、岸壁工事した後にその下の方みたいにああいう風に草が生えてきてるだけかもしれませんので、その辺はちょっとまあ確認が必要ですね。どちらにしても3本目の門を満水にした時に水位がどれぐらい来るかによって岸壁工事その上のところまでする必要があるかどうかは決定してきますので、まあ一旦は保留です。けどその隣なんですけども、こちら耕作放棄地かもしれませんね。それだとしたら、近くのところを耕してもらってる方たちに耕してもらったり、何か作っていただけたらなと思います。なんか水の館というところがありますね。何でしょうねこちら。まあ、ここも一応まあ晴れの日でも水流れてきてるので、ここも水車設置したらいいんじゃないですかね。すぐ近くに、電信柱あります。もちろんギア付きの水車です。オアシス川北と書かれてますね。何なんでしょうねこの建物、浄水場ですかね。途中で水の量が減ってるのは浄水場ということであれば、まあそういうことかなとも思うんですけども、ちょっとよくわからないですね。まあオアシス川北のこの隣から、まあ下っていける坂道があります。まあこちら下っていったら、先ほどの石ころたくさん落ちていたところとか、まあ、あちらもそうですね、まあ拾いに行きやすいんじゃないですか、ないでしょうか。まあ雨の日とかだったらこの辺りだったら長靴で十分だと思いますね。辺りは岸壁工事がいりますね。左そこまでは、岸壁工事できてるんですけども、あちらの部分全く岸壁工事ができてないんです。でその横から完全な岩の部分になってます。なんかその奥の方が完全に岸壁で、そこの底から、河川の底に水が抜けてないんであれば堆積してあるその土とかということになってきますので、まあ、それは撤去の必要が、ありますね。そうすることによって貯水量を、増やすと、まあ、そういうような形になってきます。まあ、河川の底を成形するのに、深くなっているところとかを埋めるように使用していただけたらなと思います。そしてその上に、コンクリートで固めておくと。まあ、もともと、言ってますけども、横浜 DeNA や阪神タイガース、ロッテ、楽天が買ってくれたらいいですと。まあ、晴れ3、朝は曇りでしたけども晴れてきています。で、まあ、震災性カナリー太陽光パネルへの貢献ということで、3得点こちら側で、あと、まあ、暴力団関係の話だった山口組の件、医療業界の件ですね、その辺のところは、田岡五伝の話で、警察官が昔摘発に動いてくれています。それで持ち点6点、その他多数、点数ありますんで、今まで言ってきた内容で、その4球団に振り分けてもらって、
しっかりと、あとは池ですけど硬さで、得点相手に与えないで、買っていただけたらなと思います。それとあと河川の途中で、ちょっとした落差がありますね。一応撮影しておきます。こちら東条川の朝日橋という橋ですね。まあ水路、こちらの方の水路からですね、まあ、水がこれぐらい流れ込んできていると、まあ、この辺のところも整形して、ある程度の高さ出して水車を設置して、まあ、電信柱はすぐここにありますんで、ギア比付きの水車で発電、まあ、3問目の、河川水門開閉式ダム発電、何度も言いますが、そちらの設置位置と、あと満水時の水の位置、水位によってどの辺、どのところまで、落差をつけるかという形になります。あとこちらにも水路があります。この辺りはちょっと電信柱が見当たりませんので、まあどうするかというところですね。まあ落差つけて、水車設置すればそこそこの水の量がありますんで、まあまあそこそこ発電できると思います。先ほどの次の、橋です。朝日橋の次ですね。こちらにも少し、高低差のある部分がありまして、まあその隣なんですけども耕作放棄地になっているみたいですので、この辺りも、どっかの農家さん、あちらの方に手入れされている方がいらっしゃるみたいですので、行政の方で、何か小麦粉など作っていただけたらなと、思います。小麦に関しては日本は現在500万トン以上、輸入しています。ここ近年の世界国勢図でのデータで、今だいぶ円安が進んでますんでね、しっかりと自国の食べ物ぐらい自国で、生産して、遠い国から運搬してこなくても良いように、その方が、エネルギー節約できますから、ガソリンが、まあ、この辺りもそうですね。耕作放棄地ですね、まあ、かなりありますね耕作放棄地は。一応ちょっと橋の名称、東条川なんですけども、加藤市の、永続橋と書かれてますね。まあ、周りの風景はこういう風な風景です。まあ、あっちのも耕作放棄地のようですね。もったいないですね。こちらも、耕作放棄地のようですね。東条川の隣です。まあ、周りの風景はこういった風景です。ちょっと町名がどこか分かりませんので、まあ、途中で橋の名称とかを出してますので、それで、考察していただいて、現地がどの辺か、考慮していただけたらなと思います。先ほど三王神社という、矢印がありました。あちらが東条川ですよね。こちらも多分住んでる方いらっしゃらなくなってる住居だと思われます。まあ、まだこちら加藤市松沢というところですね。東条川があちらです。歩いて撮影していて、ほとんどのところが坂道ありません。まあ、ちょっとした、坂ぐらいで、最終的に、バスではなくこの辺りその馬車でいいと思います。競走馬とか、そういった馬、エネルギーの残存量問題ですので、馬車で、人を運ぶと、まあそういうような形でいいと思いますね。あと農作物関係に関しても、お米とか収穫した後、馬車で、乗せてもらって、輸送するのか、まあ、そういうような、形でいいと思います。
先ほどの続きですね。先ほどあの加藤市の松沢というところ、松沢かもしれません、その後こちら長浜王道と書かれている、まああの元々店舗だったと思われるんですけども、もう放置自動車だらけですね。ナンバーもついてません。ワイパーも完全に錆びてます。車から苔生えてます。その後ろの車もですね、あちらの方もそうですね、こちらの辺りもそうですね。これもあの、まあ、自動車メーカーがまず引き取って、タイヤとか分解して、タイヤなど、リサイクルしていただいて、ホイールもですね、まあ磨けばまだ使える、ホイールは使えると思います。引き取ってあげて、多分もうあの産業廃棄物として廃棄するだけのお金がないんだと思います。でそれとですね、こちらの建物、こちらもあのもう人が住んでらっしゃらない、と思われる家ですね。こちらもあの解体していただいて、金属を回収して、木材、かまど発電ができるまで、木材をその場所に、置いておいてはいいと思います。その隣の建物もそうでしょうね。車も、回収し上げて、ナンバーもなくなってますね。まあ解体対象の建物ですね。まあ金属、まず金属の回収で、木材は、そのまま置いておくと、まあ、瓦礫も一旦置いておくパターンでもいいと思いますよ。使い道こちらの方で考えますので。あとこちらの方もそうですね、あのナンバープレートのない車ですね。こういうところが結構ありますんで、まあ、行政の方とかが動いていただいて、まあ、こちらの建物自体が多分もう人住んでらっしゃらないと思いますね。まあ、東条川の、横の、通り、まあ、一応これでも、小野市の方に通ずる大通りといったらいいんですかね、75号線だと思います。あの辺クレーンが動いてますけども、まあ、あの辺りは小野市あたり、まあ、加藤市か小野市あたりですね。何を作っているのかっていうところですね。こちら75号線、あちら、東条川なんですが、こちらの方も耕作放棄地のようですね。こちらの方もあのどこか、耕していただける方、いらっしゃった、あの隣の畑とか向こうの方の畑とか耕してますので、その人たちにあの耕していただいたらいいんじゃないかなと思います。でこちらの建物ですけども、どうなんでしょうね、もう人いらっしゃらないような気がするんですけどね。あとはこちらの建物ですね、管理者の人がいるのかどうか、まあ、ここは公民館、松沢公民館ということになってますので、松沢ということは加藤市ということだと思うんですけど、まあ、あちらの建物などあのほったらかしになっているところは結構ありますので、まあ、そのあたりと比べたら、まあ、こちらの建物自体はまだ解体する必要はなさそうに見えますね。あちら、東条川の橋で、多分あちらの橋からこう曲がってきて、こちらから小野市になってるんだと思われます。まあ、ご覧になっていただいた通り、まあ、河川の両サイドの岸壁工事が必要ですね。何もしてないです。あと河川の底のコンクリートか、川なのか何なのかちょっとよくわからないような、あの水の流れ方といいましょうか。まあ、枯れてるだけとか、相変わらず河川の両サイドにはたくさんあります。かまど発電用の。だからまあ加藤市なんかの皆さんにはそのかまど発電、あの自由に河川の、枯れてる竹とか、倒木とか、拾ってきて、まあ、自宅でかまど発電で売電していただくっていうような、仕組みに
取り入れていただいたらいいんじゃないでしょうか。あとこちらの建物、これも完全にこちらも小野市だと思うんですけども、行政の方で対応しなければならない建物だとは思われますね。ただ右側なんか綺麗ですね。これ作り変えてる最中なんですかね、ちょっとよくわからないです。こちら綺麗ですね。小野市、加藤市と隣接しているところの75号線沿いなんですけども、有吉釣りと書かれているんですけども、あちらの工場はまだ稼働されているんでしょうか。もし倒産されているんでしたら、まあ、政府の方で、まあ、金属回収地点ということで、解体してあげたらいいんじゃないかなと思います。75号線左へ行くと三木市、右へ行くと、加藤市、まっすぐ行くと、まあ、小野というような表記なんですが、こちら、耕作放棄地だと思われます。まあ、近隣、まだ畑を耕されている方たちに、譲っていただいて、まあ、何か小麦など、作っていただけると幸いです。現在、こちらの曽根町というところですね、ちょっとまだピントが合ってないですね。左手エネオスさんがあって、こちらの道を、少し進んでこちら行くと、船木ダムというダムがあります。なんかおかしいですね、ピントが。まあ、曽根町でこちらエネオスさんの近くですね、この道をこういうふうに行くと、まあ、船木ダムの方に行けると。まあ、最終的に帰ろうと思ったら、もっと西の方まで行って、まあ、加古川近くまで行って、まあ、電車の駅か、まあ、バスの方ですね。まあ、とにかくそこまで行かなきゃなりませんので、今16時台です。まあ、とりあえず船木ダムの方へ行こうと思ってます。あちら、左手へ行くと神戸、右手へ行くと175号線国道ですね。小野市街地などです。で、あちらがエネオスさんがあった交差点を左折した、道を歩いてきてるんですが、この辺りも、耕作放棄地だと思われます。まあ、小麦畑に変えていただけると、助かります。この辺りも耕作放棄地です。あちらの道路こちらの方に多分このカーブ曲がっていった先のところにクレーンが動いていたところがあると思うので、何を検索してるとまあ見に行ってみようと、そう思って、行こうとしています。こちらのところとはまた違ったみたいですね。クレーンのあちらの方に見えました。先ほどの道は左曲がらずにまっすぐ、上に曲がっていったら、クレーンの場所に、行けると思います。失礼します。こちらがクレーンなんですけども、もともとあの場所は何だったかって言いますと、まあ、地図で確認する確認をしたんですけども、イネオスの交差点をこういうふうにまっすぐ上がってきて、こういうふうになってますから、このグランドこのグランド CC というこちらのゴルフ場あたりですね、クレーンが動いてるの。まあゴルフ場を、解体してるんだったらまだいいんですけども、新しく何かビルとか建てるんだったとしたら、エレベーターとかつけたらダメなのと、あと、水ですね、ダムよりも高い位置に水を汲み上げなきゃならない場合は電力とかを使用することになるので、先ほどまで撮影していたあたり の, 解体しなければならない建物を解体して、そこに建物を建てると。まあ、あのクレーンがゴルフ場の解体で動いてくれてることを願っています。これは、小野市の方で調べてください。範囲は小野市ですから、兵庫県も、兵庫県知事、斉藤さん、しっかりと、何をしているのか確認してください。無駄なエネルギーの使用の仕方も絶対認められませんから。できませんでしたではすみません。ちょっと通行止めになってますね。あちら奥の方行ったら船木ダムかもしれません。今の現在地が、まあ、先ほどの話の続きですけども、その兵庫県知事の斉藤さんの方から、さっきの小野の、ゴルフ場を解体しているのか新しく何か建設しているのか、岸田さんに報告してください。岸田総理です。で、
その内容も、ニュース、ニュースウォッチ9、報道ステーション、ワードビデオサテライトで上げてください。本当にあの建設業界はまともに動いているかどうかこちらの方でもチェックします。船木池、まあ、こちら船木ダムという名称がついてるんですけども、今こちらの方の道を歩いてきていたから、あ、多分この道はこの点線の方ですね。ちょっとあの点線の道の方ですね。もう少し、あちらの道を、歩いていって左手のようですね。あちら小野市の、住宅地なんですけども、どうやってるんですかね。本当にちょっと、まあ東条湖鴨川ダムよりも、低い位置にあるのかどうか、その電気使って組み上げているのか組み上げていないのか、まあ組み上げてなければいいんですけども、基本的にダムより低いところに家作らなければなりません。で、集合住宅にしても、エレベーターなしの、まあ、3階建てだとか4階建てだとか、まあ、そういうふうな形で作ってください。で、まあ、3階建てぐらいなら木造で十分だと思います。なかなか価値なんか昔からないですよ。まあ、船木池、船木ダムのところへ行ってみたいと思います。あちらの上が多分あの船木池、船木ダムと呼ばれているものですね。改修工事がどうやら行われているようで、あちらから多分、行けるとは思うんですけども、立ち入り禁止ということになっています。まあ、どういうところ登ってきたかっていうのを、ところどころ撮影して、コメントしようかなと思っています。まあ、ちょっと上の方まで見に行けなかったのは残念なんですが、まあ、かすかに あちら水路があって、まあ、水が流れる音はしてますね。農業用水路の改修工事であると、まあ、そういうふうな、看板が出ています。まあ、現在下山中なんですけども、まあ、山道を登ってきたようなものですね。でこういうふうにやっぱり倒木いっぱいあります。で一本物のそのまっすぐな木とかもあって、まあ、ああいうふうな木は、電柱側に使えます。特に電車ですね。電車をその電柱が老朽化してきたときに、こういうコンクリートだとか、金属を使うんじゃなくてね、もともと神戸電鉄の、三木市、小野市へ向かって伸びてる、青線という、ものがあるんですけども、そういうふうなところは両サイドほぼ全部、木製の電柱で、電車走らせてます。まあ、昔の人の方が賢かったと言えるかもしれないですね。だからこういうふうなところにも一本物の、木が、まっすぐな木がいっぱいありますので、電柱として使えそうな、太さのもの結構あります。まあ高さ次第の部分があるんですけども、まあ神戸電鉄でいうと各区間、一部分単線にするような工夫によって、まあ電柱をああいうふうな木のもので、十二分に賄えるなど、あんまり太くなくてもいいというようなものを、使用できると思います。まあこの辺りはちょっとよくわからないですね。まあ何か水道線か何かの管理地みたいですね。まあその前に撮影していた一本物の木の向こうが竹の林で、あの辺りも竹の林ですね。まあ、どこかから階段でもつけて、下りやすいようにしたりだとか、木を伐採して、まあ、この辺り本当に倒木たくさんありますよ。いくらでも。まあ、加東市なん、まあ、加東市のその東条側の近辺の人たちはできるだけそのかまど発電、とあとそのかまどによる、冬場の暖房、それをしていただけると、まあだいぶ助かりますね。でバスじゃなくて馬車でいいと思いますよ。本当にたくさん往復してあげたりだとか、基本的に東条川の近辺の道は上り下がりがあんまりないんで、緩やかな坂と緩やかな、
下りと上りなので、馬車で十分だと思います。ついでに物も運搬したらいいと思います。ただし乗せる物の重量があんまり重くなりすぎると危険ですので、下っていくとき、ブレーキしっかりと効くようなもの、電力とかは使わないで、でその範囲内の重量までに収めておくと、こういうことになります。こういうふうに船木池という看板が出てましたので、まず先ほど行ったところがまず間違いないです。ちょっともう一度地図見て、河川に戻りたいと思います。あと、この辺りも、竹の林いっぱいです。こちらの道を行けば多分工場の方に戻れると思いますので、とりあえず行ってみます。道進んでるところなんですけども、やっぱり倒木とかたくさんありますね。ゴロゴロあります、本当に。竹林だったりだとか、枯れてる竹だったりだとか、この下も何かこう河川というよりも何か池みたいになっているような気がするんですけどね。このような道です。あちらが、船木池、船木ダムから、あちらに向かって、河川東条川に合流しています。こういうふうな形ですね。左側は岸壁工事できてないみたいですね。右側ある一部の部分のところまでは岸壁工事、あちらの方も岸壁工事はまだ甘いみたいですね。あとは河川の底のコンクリート化ですね。現在ですね、船木ダムのところの道を、こういうふうな形で、進んでまして、姿町あたりですかね、その手前の方、あたりか、そのあたりなんですけども、あちらの建物も、人が住んでなさそうですね。解体対象で、いいと思います。まっすぐ行くと加藤市で、あちらが小野市の境目で、見てもらったら分かる通り、枯れてる滝や倒木だらけです。こういった道なんですけども、今ね、大体なんですけども、住吉町だから、大体この辺りだと思いますね。ピント合わせますね。ここで、この辺りで、小野市と、351の方に行ってるのか、ちょっとこちらの方に来すぎたみたいですね。こちらの方にちょっとね、道間違えたみたいですね。とりあえず、どこか大きな通りの方に出ようかと思ってます。もう日没が近づいてきてるんでね、本当にまずいですね。これは周りこんな景色です。ちょっともう日没なので、撮影断念して、帰ります。現在地がね、いまいちちょっと自分でもよく把握できてないところで、なかなか困った状況です。以上です。こちら小野市なんですけども、こちらこの畑は早いですね。早い時期から、今年暖かかったので早い時期から多分巻いてたんじゃないですかね。多分お米の方だと思うんですけども、それとも麦なのかな、小麦の方なのかな、麦かもしれないですね。見ました、見ました、登場が。ちょっとね、どの辺りに来てるのかもう全くわからない状態で、それが河川を越えてしまってたみたいですね。でどれぐらい高低差があるのかとかは、それはよくわからない状況、ほぼずっとなだらかな状態で、加古川の方の水門を先に設置してみなければ、3門目を設置するべきなのかどうかっていうところまでもわからないですね。現在19時30分を回ってるんですけども、ペットボトル、今日これ、1リットルぐらい入るものですね。もともと野菜ジュースか何かのものなんですよ。これ、こういうの、3本、こっちは、多いお茶なんですけども、3本ほど持ってきてるんですけども、もう水もつきました。で、周りの状況は、周り畑です。で、多分今、
この辺りですね。あ、ピントがちょっと合ってないのかな。まあちょっとピントが合ってきて、JR 加古川線のもう少し上かな、この辺りかな。この、そうですね、まあ、この、ここに向かっているところで、もうすぐ加古川を渡るところですね。しくじったらこうなります。動画、最後まで見ていただいてありがとうございます。まあ、最後の方、まあ、その遭難に近い状態になりまして、まあ、あの辺りが、まあ、小野市と加東市の、まあ、境目ぐらいのところなので、まあ、大体小野市なんですけども、まあ、小野市も加東市も基本的に、畑が多くて、人口あまりいらっしゃいません。まあ、そういったところで、できるだけ農業を担っていただける方とか、かまど発電とか、行っていただける方、もしくは学校等に設備、作ってくれる方、あとは、まあ、加東市や小野市の市長とかが動いて、各家庭でね、かまど発電認めていただいて、売電、認めていただいて、冬場の、電力を補うと、こういうような形で対応していただきたいのと、あと小野市の主張に関しては、まあ、兵庫県知事の斉藤さんもそうですけども、小野ゴルフクラブ、CC、小野 CC って書かれてる、あの場所をですね、クレーンが立ってましたけども、一体何を建設してるのか、あの丘の上とかは、いちいち水を汲み上げようと思ったら、もうあの位置はもうダムよりも下ですから、あ、じゃダムより高い位置ですから、ポンプで、ほとんどの地域は、この辺もそうですけども、近くの千狩ダムなどから、水を汲み上げてるんですよ、もっと上の方に、貯水槽のタンクとか作って。だから大体の地域は実はそうなんですよ。だから余分に電力をたくさん使用しているので、エネルギーの残存量問題が、全人類にとって最大の早急に解決しなければならない方法であって、便利にすれば何でもよいかというとそうではなく、全く、今までと違う政治の仕方をしなければなりません。あとは報道機関のマスコミの方たちでね、小野ゴルフクラブですかね、あの場所、一体まあ何をしていたのかっていうところをね、クレーンが動いてましたけども、ちょっとテレビでね、取り上げて、放送していただけますでしょうか。小野グランドゴルフクラブ、これですね。下に、三木市、まあもう、ここに下に、センチュリー、三木、ゴルフクラブ、センチュリー、ヨカゴルフクラブ、この上のここで、ここなんですよ。まあ、小野市の市街地からかなり離れたところなんですけども、まあ、そこで一体何をしてるのかっていうところ、しっかりと皆さんご対応のほどよろしくお願いいたします。以上です。皆さん、チャンネル登録と、着信通知の設定と、あと、斉藤知事は、市長から報告をちゃんと、もらって、で、それ、総理にあげてくださいよ。国土交通大臣にも。で、それで、マスコミの方から放送すると。こういった形で動いてください。もし、いつまでたっても、総理からの報告ないんだったら、地域のね、近くの、民間のマスコミの人で、何をしてるか、ちょっと調べてください。僕の方で調べますけども。あとは、それ、あ、そうそう、着信通知の設定と、着信通知の設定がわからない方は、身の回りの方に聞いていただいたり、販売店の方に聞いていただいたら、私が動画をアップロードしたら、着信通知が来ますので、まあ、テレビのニュースは再放送のものが多いので、今、さも起きたかのように、テレビを放送してますけども、僕の動画を見てもらった方がね、はっきり、世の中の本当のことがわかりますので、まあ、身の回りの方にも、淡江さんの動画見た方がいいよと、いうことで、お伝えしていただけると助かります。このままだったらね、もうエネルギーの輸入止まって、急に終わりますよ。テレビの放送とかでも、ああいう各所の話とかしてますけども、何年とかそんな報告一切ありません。どれぐらい、輸入させてもらいますとか。そんな話一回も聞いたことないです。以上です。
皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。各所を作ったところでそこの国の人たちにね、王様もう売らないでくださいよって、自分たちの国で、使用する分なくなっちゃいますよと、自分たちの国の物流とかが全部止まってスーパーマーケットに食料とかが並ばなくなって、自分たちが餓死しちゃいますよと、冷蔵庫とかも使えなくなって、無理ですよそんな生活今更元に戻るのって言われたら、もうそんな各所を書いたところで無理ですって言うしかなくなるんです。これが本当の話です。以上です。皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。